はい、皆さんこんにちは。ワンダルゲルビジです。では今回は提督の決断法パブキット、空母禁止日本プレー続きをやっていきたいと思います。前回ですね、激戦の末というところになるんですが、こちらハワイを攻略しました。ただこのハワイに関してはね、本当に破壊して占領したという形になるんで、飛行場がない、輸送船がないという状況になっています。このあたりをね、まずはテコ入れしていきましょう。早速ハワイには飛行場を建てます。これ最優先ですね。ハワイ、ここに飛行場を建てていきましょう。で、今、前回最後ね、1番、2番と2つの飛行場を建てている状態なので、この飛行場が完成するのが6週間後、5週間後だったかな、になります。それまでここに艦隊を駐留させて、死守するというところになります。で、内政のところはですね、兵器開発は、基本的にはもう航空系のものは一切作らないでいるという状態なので、航空用のものがね、ずらーっと溜まっちゃってます。このあたりはね、お金に余裕ができたときに一気にやっていけばいいかなというふうに思ってます。で、航空機の開発は日式の、水星とかね、これ、戦艦あるいはジュージュンなどに乗せる偵察機として使っていきたいなというふうに思ってはいるんですが、これもお金がないので一旦見送りましょう。となれば技術開発ですね。ここもお金がないので、今回はね、薄めに入れていくしかないです。物資援助はアルミをドイツに供与。諜報活動はアリューシャンに送っておきましょう。で、今回はですね、もう輸送船。これが全く足りてないので、2隻だけか。輸送船2隻だけですが、輸送船作っていきましょう。あと各艦隊ばらまいていきます。まず南太平洋に入っている135。この艦隊はハワイへ送ります。第1艦隊、第3艦隊、そして第5艦隊ですね。これすべてハワイに送ります。じゃあ第2艦隊はというと、マラッカ海峡にいて、第4艦隊、これハワイを攻めた艦隊ですね。で、中部太平洋に入っているこちらの艦隊は、一旦このままミッドウェーを攻略するまで、中部太平洋から動かせないというところです。で、あとは潜水艦隊ですね。第14潜水艦隊は、今、小笠原沖。これも動かせないですね。アリューシャン取るまでは。で、第15。これは、一度、いや、このまま待機させて、ハワイ攻略に担ぎ出す方がいいですね。ですね。じゃあ、提督乗せていきましょう。加賀に乗ってる近藤さんを一旦近江に乗せ替えて、いや、越前に乗せた方がいいな。越前に乗せましょう。で、あれ？ちょっと待ってね。提督、また一人死んでる？もしかして。だって、中将以上の、いわゆるその戦艦に乗せられる提督がいないもんね。いやー、きつくなってきたな。せっかくの大型艦が。全然行かせないで。春菜。乗せられないもんね。従順になると乗せられる提督の数一気に増えてくるんですが、知れてるもんね。次のターンでは、ミッドウェーに攻め込むことはちょっとできなさそうなので、提督はそうは言っても乗せていきたいよね。一旦ターンを送ってハワイに艦隊集結させましょう。トラック沖にもう艦隊残しておく必要はないので、第16艦隊はマラッカの防衛に移りましょう。で、後藤さんを乗せ替える。後藤さんは、慶順あたりに乗れる？乗れるなら後藤さん乗せたいで。乗れるね。これで一旦送りましょう。いいよね。作っておきたいものとしては、いくつかありますが、お金の節約をして、今回はこれで送ります。
応用度型軽重ですね。15.5 センチ主砲、航行速度は35キロノットなってます。で、あとは戦艦加賀型のほか潜水艦が、6隻かな。新しく竣工してます。で、対水兵器のソナー。新型の水中音響探知機。ごく短い波長の音波も探知可能。なるほど。自動的に艦船に搭載、回線で水上艦は潜水艦に対する索敵範囲が広がります。ということなんで、まあ、軽巡、あるいは駆逐艦。対潜水装備を持った艦艇に有効な、装備になりますね。では、今回もやっていきましょう。お金に余裕はまだ出ないんですが、この後ハワイを防衛し尽くしたら、一旦ボーナスが入ってくるので、そこまで我慢しましょう。で、物資の援助はアルミを供与して、諜報活動はアリューシャン。全然進まないね、アリューシャンは。でだ。まずは、ハワイの輸送船を確保しましょう。6だけか、厳しいな。鉄が全然足りないね。今、ドックで回復中っていうのもあるにせよだ。なかなか厳しい懐事情ですね。で、主力、第1艦隊と第6艦隊、これガッチャンコしましょう。ここは本当に、甲斐大和型2隻の入った主力艦、揃ってる。砲撃戦メインの艦隊として第1艦隊を再整備します。で、第1艦隊の方は旗艦を越前変更。で、第3艦隊と第5艦隊も合わせましょう。で、第3艦隊も主力艦を集めていきます。で、第3艦隊の旗艦は赤城。いや、違うね。15号艦だね。で、第5、第6。ああ、でも第6の近江を第3艦隊に編入させた方がいいね。第6艦隊の近江を編入させるために、一旦駆逐艦浜風を外して近江を入れましょう。近江の能力どうなってる？主砲は40.6センチ砲ですね。航行速度は、ご覧の通りで、まあ、決して速くはない。30キロノット。連動は84。そしたら、第5艦隊含めて、一旦決定します。で、第3艦隊の、旗艦は、近江。近江に乗せる提督いないんだよね。地勢に乗っちゃってるんで。いやー、中将以上が、もう壊滅しちゃったっていう、なんとも悲しい感じになってるな。まあ、潜水艦なんでバッコバッコ沈められて、潜水艦から、生きて、沈められた潜水艦から生きて帰ってくるっていうのは、まあ、確かに現実的に不可能ではありますよね。で、第5艦隊の旗艦を張るな。これで1、3、5と戦艦部隊が構築できましたね。で、第6、第7、これも合わせちゃいましょう。第7艦隊として再編するか、まあ、第10艦隊あたり、いや、違うな。ちゃんと再編しておきましょう。第6艦隊を増強。これ、駆逐艦ですね。まあ、双楼型が一部混ざってますけど、双楼型、数揃わないとちょっと能力発揮できないので、双楼型は双楼型で別出しにしとく方がやっぱりいいな。ちょっと矛盾が起きてますが、こんな感じかな。で、第15艦隊は潜水艦隊です。じゃあ改めて、乗せていきましょう、提督。小沢三郎さん少将。これ、一刻も早く、中将に上がってほしいよな。
従順。座上提督。伊藤誠一さん。これも中将に早く上がってほしい。今、本当にいない。びっくりするぐらい、提督がいない。中将以上がもう本当に、近藤さんしかいないっていうね。かなり厳しい状態ですね。で、従順になると一気に大佐クラスも乗れるというわけだな。じゃあ、従順には大佐を乗せていきましょう。砲撃戦メインでどうしても戦うことになるので。で、あとは第15艦隊から潜水艦隊ですね。じゃあ、これで一旦再編は終わりにして、あとは航空機を何個か作っときますか？航空機。まあ、作っとくのは一式の陸攻になるんですが、これをまるっと全部作ります。73。で、ハワイへと配備していきましょう。で、今回出すのは、ミッドウェー攻略していくんですが、まずは主力第一艦隊。これは絶対出したい。ミッドウェー。で、あとは、中部太平洋に入っているこの駆逐艦か、なんともだな。双楼型でもないもんね。双楼型だったらちょっと練度向上のために出してもいいかななんて思ったんですが、そしたら第15潜水艦隊を出しましょう、ミッドウェー。あとは第3出すか第5出すかですが、ここは第3を出しましょう。で、残りの艦隊でハワイの防衛に当たります。ミッドウェー航空機、もうカスみたいなもんなんで、敵の艦隊を叩く、これがメインになりますね。敵の艦隊は、第2艦隊から、空母4隻、うち1隻は正規空母ですね。第4艦隊は戦艦部隊3隻の戦艦。第8艦隊も戦艦部隊で4隻の戦艦。結構被害が出るかもしれない。ちょっと注意が必要かな。では、ミッドウェー海戦始めていきましょう。敵の戦力は予定していた、確認していた戦力がそのまま出てきますね。まずは日没と同時かな。で、揚陸艦ですね。陸戦隊を早速送り込んで、ミッドウェーは、まあ正直もうミッドウェーの飛行場を確保する意義はほとんどないんですけども、これは完全に、技術レベルだったり、スパイレベルを上げる目的で、揚陸艦をですね、ミッドウェー島攻略に向かわせましょう。まあ、攻略ができてしまえば、ものすごく、スパイレベルが上がったりするんで、それを目的にします。で、艦隊戦始まってますね。ちょっとここはもう委任のまま見ていきます。敵の空母がいないね。それがちょっと気になるかな。で、じりじりと潜水艦もにじり寄ってますね。いや、理想的な感じだけど。敵を包囲殲滅してるな。素晴らしい。ただ戦艦何隻か取り逃しは起きそうかな。あと揚陸艦がちょっと狙われちゃってるっていうのが気になるね。しっかり駆逐艦で、いや潜水艦で沈めていかないと。
揚陸艦は一隻沈められてますね、早くも。さあ、なんとか持ちこたえよう。あとは第二艦隊は追撃に入る。敵の戦艦これを沈めちゃいます。で第一艦隊は砲撃をする。環境に直撃弾を与えたね。誰が直撃弾を与えたの。さあ空母が出てくるぞ。空母が、敵の飛行場を破壊しましたね。で、この辺りに一隻敵の戦艦が座礁してるのを確認してるので、その戦艦を今偵察機が発見しました。ではこの偵察機発見した戦艦を砲撃戦で沈めに行きます。潜水艦隊がどうなったかだね。あとは潜水艦隊は反応がないので、おそらく沈んでますね。敵の空母部隊はおそらくアリューシャンへと退避した模様。味方の損害確認します。まず揚陸艦1隻、これが沈んでますね。サドマル、その他でいうと駆逐艦1隻、さらに潜水艦2隻が撃沈を受けています。砲撃戦の成果も見ていきましょう。近藤さんの乗る越前海大和型ですが、どうだろう。鉱石44。悪くはないけどね。連動の上昇も7。小沢さんが鉱石3しか確保できてないね。やっぱ従順クラスに乗ってると。伊藤誠一さんがただ、すごい。獲得鉱石89だね。戦艦2隻沈めたのか。さすがだな。あとは、潜水艦の方はご覧のような状態です。しっかりね経験値貯めて昇進していってもらいたいところですが、さあハワイ島の攻略完了で臨時予算2万1000が入ってますね。で昇進です。近藤さんが大将か。中将に上がる人が欲しいんだけどね。まあ、とりあえず近藤さんが大将に昇進。近藤さんさすがだね大将。伊藤誠一さんが少将、これ変わらずですね。まずアリューシャンをね始末しちゃいましょう。西海岸はだいぶ遠いと思うので。でお金がドカッと入ってきたので、
ここぞとばかりに兵器開発しましょう。まずは、航空系のものは置いておいて、航空対空レーダーとかいらないもんね。航空用の進行材もいらない。となると何もないということだな。OK だ。だったら技術開発とかに集めに金をぶっ込みましょう。こんなことめったにないですからね。物資援助は、アルミ。超活動はアリューシャン。さらに、インド洋。西海岸と入れておきましょう。んで、まず艦隊を動かしましょう。第5艦隊。むっちゃくちゃ人乗ってるこの第5艦隊ね。これなんでさっき出さなかったんだという話なんですけど、この第5艦隊に、誰か乗れる？乗れないんだよね。第5艦隊。第5艦隊をまず動かします。これを、ミッドウェイに一旦入れる。で、ミッドウェイの方で傷ついているのか、勝破しているものがいくつか、大破しているものがいくつか。そうだな。第3艦隊に乗ってる伊藤さん、西村さん、古村さん、大森さん、この辺りを第1艦隊に移す？いや、第5艦隊に移す？いやー、ちょっと悩ましいな。とりあえず、第3艦隊はハワイに戻してドック入りさせよう。で、第1艦隊に人を乗せていきます。戦艦に人乗せられないの痛いよなー。そうすると第1艦隊と第3艦隊ちょっと編成見直す？まず第3艦隊で大破している早漏型大破してるよ。代わりに伊藤さん乗ってたよね、確か。っていう感じでやっていこう。ちょっと確認しますね。第一艦隊は残すので、第三艦隊から第一艦隊へ人を移しましょうという話だよね。ちょっとさっき逆のことをおっしゃいましたけど。なので、従順2隻と軽順3隻。を第一艦隊へ移しましょう。そこからやります。今、第三艦隊が上にいて、第三艦隊から動かしていくという流れですね。で、第三艦隊は、2隻。まずは移す。で、あとは、駆逐艦を一隻移して、軽巡を三隻移します。第一艦隊に主力艦を集めるという動きを今させてます。何やってんの？って思われる方いらっしゃると思うんですけど、今そういう状態ですね。これでどうだ？第一艦隊に人が集まりましたね。で、駆逐艦に有村大佐が乗ってるんで、有村さんを一旦乗せ替えます。もう本当にね、今、ちょっとでもいいので、経験値上げて、みんな昇進していってもらいたい。もうその思いだけなんで、変えていきます。これで、第三艦隊はハワイでドック入りしましょう。で、第一艦隊はこのままここで待機。まあ、勝破している戦艦ミーノ。越前、いずれも大和型ですけど、これはこのまま耐えてもらうしかない。で、提督を乗せていきましょう。落ちた。沈没した。潜水艦から、奇跡の生還を果たした、つわものたちを乗せていこう。これでいいかな。で、一旦送りましょう。
で、その前に艦船。まずは甲斐大和型を作っていく、もう2隻ほど。で、さらにね、51センチ砲が完成したら、より強力な艦隊を作っていきたいなとは思う。戦艦をね、設計していきたいなとは思うんですが、まずはそこからかな。鉄が足りない。鉄7000も必要なの。化け物だな、本当に。そしたら、ヤマト、甲斐大和型に、随伴する防空艦をね、ちょっと作っていきましょう、今回。防空艦。防空艦は基本的には軽巡をベースに作っていこうかな。軽巡で言うと、このあたりをベースに作っていこう。まずは、魚雷は乗せてもいいけど、主砲は外す。いらない。主砲はなし。副砲ももちろんいらない。で、代わりに、必要なのが、機銃、高角砲乗せて、あとは、速度の許す限り、装甲を上げていきましょう。いやー、防空艦ちょっと厳しいかな。中型のディーゼル機関が2なんですよね、今。これをもうちょっと何とかしてあげたいよね。魚雷を10機いる？いらないよね。6機に変えよう。で、その分、ちょっとでも、上げていくと。これでどうでしょう。後部の耐久とか上げても意味ないからな。だったら機銃増やす？ここはちょっとでも上げていこう、耐久をね。これでいきます。じゃあ、艦型ですが、どうしようかな。防空艦。防空艦ね。防空艦。やっぱり防空艦なんで、なんていう艦型にしようかな。ちなみに高速水雷戦隊を、編成するね、駆逐艦、高速の駆逐艦は、双楼型と名付けたんで、防空艦はね、やっぱりね、守らなきゃいけないんで、そうだな、空を守る。いや、ちょっと何も思い浮かばない。思い浮かばないから、ちょっととベタに防空艦にしますか？ちょっと次までになんか考えておきますね。防空艦。軽防空艦にしときますか。軽防空艦。で、これが2週間で上がってくるので、軽防空艦をじゃあ作っていきましょうというのと、あとは普通に建造ですね。攻撃戦をする上で、ある程度、ヤマトと一緒に撃ってくれるものを用意しましょう。となると、主砲がそれなりにあったもの方がいいよね。両用砲を持ってる巡洋艦にする？速度34キロ。ちょっと速いかなって感じはしますが。両用砲に降格。鳥海型。やっぱ両用砲の方がいいもんね。これでいきましょう。鳥海型を2隻。岩瀬、岩木と。いきます。これでもうお金はすっからかんですね。アルミが余ってるんで。また、懲りずに一式の陸橋を作っていく。じゃあ、あとは、二式の飛空艇、推定。
このあたりを作っておきますか。水上の偵察機を40機ほど。まあ、今後のためにという理由です。あとは一式の立砲ですね。これを100機用意していきましょう。これでもう当分の間安心でしょう。じゃあ時間を送ります。で、兵器開発は特になかったので、技術開発ですね。今回も厚めに思い切って入れちゃいましょうか。航空レベルも今回は厚めに入れちゃって、物資援助はアルミです。超活動はアリューシャンが全然上がってこないね。本当に。では、これでまたターンを進めますか。鉄が上がってきてますが、次のターンで防空艦を作りたいので、このまました。で、次のターンはもうこのまま、艦隊をね、出しちゃいましょう。いや、待て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 。いや、出そう。結局、どうにもならないからね。敵基地の場所はすぐにわかるとしても、敵の空母がいるのは間違いないので、ここで仕留めにかかろう。あれ？一個出し忘れがあるな。まあ、大丈夫だろう。うわ、めっちゃ夜短い。こんなところにさ、本当にいるの？敵の空母は。いや、もうさ、明らかにここで上飛行場あるとしたら、ここにまず向かいましょうよ。お、敵関係してる？空母艦隊いるね。ただし、ここでは敵の空母は役に立たない。そうだろう。夜の時間が長すぎる。敵の空母艦隊を仕留めにかかろう。まあ、本当に眺めてるだけでどうにかなりそうですね。ちなみにですね、今後の海外旅行の予定、まあ、どうでもいい話をまた出し始めるんですけど、ゴールデンウィーク前半に、タイの航空券を取りました。5泊かな？ 5 泊か6、5泊か6泊か、もうちょっとそれぞれも忘れちゃいましたけど、航空券取りました。で、ゴールデンウィークの後半は奥さんと香港に遊びに行こうって話で、これも航空券と、これはホテルもね、取りましたんで、ゴールデンウィークはね、もう完全に海外旅行で遊びほうけてこようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、知らなかったんですけど、タイのライオンエアが、成田、バンコク就航したみたいで、今、割安チケットを販売していそうなんですよ。10月搭乗分までとかだったかな。なのでね、ちょっとそのあたりも狙っていきたいなとは思っています。あればなんですが。さあ、敵の艦隊見失ったので、まずは敵基地攻撃に向かいます。時間を早めちゃいましょう。いや、本当にね、もう、去年は、毎年、毎月、タイに行ってたんですけど、ちょっとそういうわけにいかないんでね、今回は。さあ、敵の艦隊発見してます。しっかり沈めてこいよ。いやー、バスバス沈められてるね。潜水艦が。で、こっちはこっちで砲撃戦展開してますね。いや、思いのほか硬いな、敵の艦隊も。潜水艦はもう壊滅したと思うので、どうにもならないんですが。
いや、ほんと戦艦って硬いよね。これ何この戦艦。アーカンソーも沈んじゃいましたけど。さあ、ここでまた敵の艦隊見失いましたね。まあ、夜明けたとしても昼間の時間すごく短いので、そこまで心配する必要はないかなとは思ってます。問題は、敵の艦隊見つけられないまま終わるっていう、それぐらいかな。関係してるね。ここは誰？空母いる？空母いれば仕留めたい。駆逐艦だな。こういうところでしっかり、ノーダメで、しっかり経験値稼いでほしい。戦艦クラスに乗れるね。召喚をちょっと増やさないと、今のままだとかなり厳しいよね。敵の艦隊の位置が分からなくなったら、ひたすら敵の航空基地を目指します。空母に発見された。防空艦がいないから怖いよ。ぐはっ、これがある、これがあるのよ。いや、敵のやっぱり航空機の力増してるね、むちゃくちゃ。まあ、ただ沈んだ潜水艦はありますけど、水上部隊は戦艦がね大破して離脱しましたけど、今のところ撃沈されたものはない。このままここも追っていこう、しっかりね。で仕留める。これ空母じゃないか、よく見たら。空母艦隊だね。これは逃げにかかってる空母艦隊なんで、仕留めよう、確実に。もう完全にお尻にくっついたんで、このまま追い越さんとばかり進んでいきます。敵正規空母いるね。これ甲板早々に破壊しちゃいたいね。万万が一にも昼間になるとこの距離で迫られるときついん で、空母は沈めちゃおう。あとはまた召喚クラスになってくれる人が、できれば中将とか2年少将から上がってくれると一気に乗れる戦艦が増えるので嬉しいんですけどね。硬いなこれも。何？敵艦隊の増援が到着？マジか。間一発だったわ。そしたら一旦、時間を早めちゃって、敵の航空基地の破壊に向かいます。
まずいな。戦艦が沈められると痛いぞ。敵飛行場は大破させたね。あとはお任せでいいでしょう。軍港稼ぎ、しっかり稼いでくれ。味方は何隻か沈められた形跡があるが、それなりに稼いだんじゃないの？駆逐艦が一隻だけで済んだが、ただ、戦艦はじめ、大破しているものが複数出てますね。攻撃性の成果を確認していきましょう。少々クラスがそれなりにみんな稼いではくれたね。で、潜水艦はみんな、獲得功績ゼロという悲しい結果です。が、まあいいでしょう。さあ、ではね、防空艦完成しましたので、防空艦も作っていきつつ、アリューシャンの攻略ね、進めていきます。もう敵アリューシャンに残ってる戦力、ポンコツ、かつ、ドックもないんでね、回復もできないので、ちょっとしっかり戦力を整えて、攻め込んでいきたいなというふうに思います。では、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。